皆さん、こんにちは。元サッカー選手で、名古屋グランパス8でゴールキーパーをやっておりました。楢崎正剛と申します。なぜこんな僕が、このようなビデオメッセージを残すのかと思われるかもしれませんが、僕の友人である、チカラ君が、クラウドファンディングを立ち上げて皆さんに支援を募っているということで、ぜひこれは応援しなきゃいけないと思いまして、このようなビデオメッセージで応援させていただいております。まあ、そもそもの、馴れ初めというかですね、お伝えしますと、僕がいつも行ってた飲食店に力くんがバイトでいてですね、かれこれ、数年前な、まあもっとですかね、になるんですけれども、まあそれからの、付き合いでですね、まあ今ではなかなか会うことも少なくなってしまってはいますが、いつも SNS など、で発信している力くんの姿を見て、いつも応援させていただいておりました。そして今回、ご夫妻で奈良県の東吉野村の古民家を再生してですね、飲食の宿を作られるということで、そのための資金が必要ということで、クラウドファンディングを立ち上げたようでですね、ぜひ僕もそんな友人の力軍の力になりたいと、ダジャレではありませんが、思いまして、このように応援のメッセージを送らせていただくことになりました。僕も出身が奈良県で、まあ、同じ奈良県の吉見ともありまして、ぜひ、まあ、古い館かもしれませんが、まあ、その奈良県の素晴らしい土地でですね、素晴らしい皆さんが集える飲食のできる宿を作れるということで、本当に力くん頑張ってください。そして奥さんのみーちゃんも頑張ってください。もちろん僕も支援させていただきたいと思ってます。皆さんもぜひよろしくお願いします。